ドン・マッティングリーは9回ゴールドグラブ賞を受賞。ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手をナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。自分のチームの選手に投票できない。 初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。キース・ヘルナンデスは一塁手として、最多の11回のゴールドグラブ賞を、1977年から11年連続で受賞した。アメリカンリーグでは、ドン・マッティングリーの9回が最多である。アメリカ野球伝表彰者では、 エディマレー、ジェフ・バグウェルの2名が受賞している。スティーブ・ガービーは1977年にゴールドグラブ賞受賞年の一類種として最多の1606視察を記録。アメリカンリーグではエディマレーが1984年に記録した1538視察が最多である。ケビン・ユーキリスは一類種として唯一ゴールドグラブ賞受賞年に無失策を記録。 一失策は、ウェス・パーカー、JT ・スノー、ラファエル・パルメーロ、マーク・テ・シェイラ、エヴァン・ホワイト、アンソニー・リゾノー6選手である。その一方で、最多失策は、ジョージ・スコットは1967年に記録した19失策である。ジョーイ・ボットは、ゴールド・グラブ賞受賞年の一類種として、最多の173補撮を2011年に記録。 閉札のゴールドグラブ賞受賞年の一類種として、最多記録は、1980年のセシル・クーパーで160、閉札を記録。マーク・テシェイラは2005年、2006年、2009年に、ゴールドグラブ賞を受賞。カルロス・ペーニャは2008年に、ゴールドグラブ賞を受賞。ケビン・ユー・キリスは2007年に、ゴールドグラブ賞を受賞。エイドリアン・ゴンザレスは2008年と2009年に、 ゴールドグラブ賞を受賞。デルクリーンは2003年、2005年、2007年にゴールドグラブ賞を受賞。アルバート・プホルスは2006年にゴールドグラブ賞を受賞。ありがとうございます。